この時間は私ナビゲーターの鳥居睦子がお送りいたします。さて京都のファーマフーズから総合研究所研究員コウさんにお話を伺っていきます。コウさんよろしくお願いします。研究員のコウです。よろしくお願いします。さて新成分アイハを発見した研究所がこのファーマフーズです。研究所は京都大学のすぐ隣の高台にあって眺めがとても素敵なんですよね。そうですね、比叡山とか京都タワーとか京都市内が一望できるんですね。すごい素敵。研究所の中では白衣を着ていろんな実験しているんですけれども、うん、前にアナウンサーが取材に来られた時もですね、せっかくなので白衣で実験を体験いただいたんですよ。あら、どんな体験ですか？例えば軟骨細胞の顕微鏡観察でして、アイハは軟骨細胞を増やしますから、その様子を顕微鏡で観察いただいたんです。面白そう。そのアイハ、はい、卵から発見されたそうですね。そうですね、卵ってただ温めるだけでひよこが生まれてきて、しかも生まれてすぐ自分の足で歩けるわけですね、うん、つまり卵にはその丈夫な関節や軟骨を作り出す成分っていうのがあるんですね。でこの力を長年研究しまして、軟骨を増やすアイハっていう成分を発見して、まあ、新聞などにも取り上げていただいたんです。すごいです。その新聞記事私も見せていただきました。節々に役に立つということなんですよね。そうですね、節々が辛くなってしまうのはクッションの軟骨がすり減るからなんですね。で対策としては運動するとか専門の先生に見てもらうとかあるんですけれども、ただ軟骨を増やすための方法ではなくて、で私の母もそれで悩んでたんです。わかります。お母様アイハ飲んでらっしゃいますか？あ、はい、調子が良くなりましてありがとうって言われました。素晴らしい。でもあの節々にいいっていうのはグルコサミンとか有名ですよね。そうですね、あのグルコサミンっていうのがクッションの材料なんですね、はい、ただ年齢とともにクッションの生産力が低下しますから、材料だけ補給しても生産の方が難しくなってくるんですね。でもアイハはその生産力を助けるんです。例えば工場でいくら材料がたくさんあっても生産力がないと製品って作れないですよね。なるほど、はい、そのアイハと材料成分両方配合したのがこのタマゴサミンなんですね、はい、今あのスタジオにありますタマゴサミン、ちっちゃな本当錠剤で、はい、これはあのとても飲みやすそうですね。そうですね、でこれを目安1日3粒飲んでいただきまして、で実際飲んでいただいた方からは階段とか正座が平気になったとか本当に多くの方に好評いただいてます、はい、軟骨というのはですね徐々にすり減っていきますから、今はまだ平気という場合でも早めに飲んでいただきたいです。なるほど、対策は早い方がいいということなんですね、はい、じゃあそのお値段でございますがどれぐらいになりますか？30日分で通常税込み4104円を特別に初回限定で半額以下の税込み1995円、送料別でご提供します。半額以下ですか？はい、ただ特別割引になりますので必ずファーマフーズのラジオを聞いたとおっしゃってください。ではお電話番号です。フリーダイヤルの 0120-497-005 0120-497-005、 返品は返品専用の電話番号までお願いします。ファーマフーズのラジオを聞いたと言っていただければ特別に半額以下になりますよ。お電話は通話料無料のフリーダイヤルです。 0120-497-0050120-497-005、ファーマフーズまでどうぞ。コウさんありがとうございました。ありがとうございました。